目が覚めるって自分で思ってるからだと思うんですけど、低血圧なのでとりあえずコーヒーを入れて飲むっていうのがこう自分の中のリズムみたいになってる。毛羽が出るんですね、リネンって。で、毛羽がすごいんですけどって言おうと言わせに、その柔軟剤をおすすめしてるんですけど、私は基本的にリネンはバリッと派なんですよ。バリッとするのが好き。自分のために例えばそのお弁当の数を作ったりっていうのは絶対しないです。もうその時間があるんだったらその日の夕飯を作りたいから、時間がないので、もう本当余ったご飯でちょっとおにぎり作って立ち食いするぐらい。買い物は週に1回全部一気にするんですよ。土曜日にすっごい量買うんですよ。帰ってから野菜を切るってことから始めることはもうすっごい疲れてるからできないので、最低限これだけはこれだけはっていう順番から始めて、できたところまでで、ね、よしとするっていう感じ。切る野菜も匂いのないものから切っていって、最後ネギとか、一番最後ニンニクがある時はニンニクが一番最後で、そうするとこうまな板をさっと洗うだけでいいので、とにかくご飯と味噌汁とお漬物さえあれば、例えばそこで時間が来ちゃったらもう最悪その帰りにシューマイとか買ってくるのもありだし、なんか柚子とか入れる時もあれば入れるし、あと大根とか、今就職活動中の息子と大学生の娘がいて、で彼らが起きてくる時間がバラバラなんですよ。降りてこない時もあるし、2人降りてくる時もあるし、いろいろなんですけど、ホットサンドが好きなんですよ。なんか挟めば何でもいいと思ってて、前の日の残り物があったらそれ挟んだり、本当にその日によって具合いろいろなんですけど、ボリュームもあるし、
でいつも話しながら食べるって感じ。今日はどんな服がいいと思うみたいな。朝はやっぱり元気になってできるだけのことはやるんですけど、全部完璧にしなきゃダメみたいには思わないようにしていて、できる範囲で、まあ、できなかったらできないもありっていうふうに思うよね。